プリシー高梨いつきですフェアリーゴトマザーアイメソッド15色の才能で解決高梨いつきのお,お悩み相談のコーナーです噛んじゃいましたごめんなさいはじ、えー、めにこれは小さいお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまであらゆる年代の様々なお悩みを15色の才能で解決していく動画ですえっ、ー、と本日のご相談です 息子について相談です。信じられないほどの怖がりで、小学校2年生なのに夜1人でトイレに行くことができません。お祭りに出かけてもしがみついて離れません。犬に近寄ることもできません。お友達と遊んでいる様子を見ていても、一番最後からついていって何もしないで、ただ見ているのです。ため息が出るほどのビビリで、男の子なのにこの先が心配です。 どううすればいいでしょうか、えっと、まず結論ですがあの息子さんがご自身が、えっと、自分はビビリなんだっていうふうにお,あのお母様が心配することで自分の中にこうすり込むっていうことをあのしないようにえ自分が、えっと、すごく怖がりなんだということを意識させないことが一番大切です。 なぜならば、えー、お子さんの人生にはビビることとか怖がることが、えー、と今のうちに小さいうちにですね必要な人生だからです15色のうちの何色の才能かというとこの水色の才能になります、えー、と夢を追って冒険や挑戦をしていく才能ですね、えー、なんか今言ってたことはあの反対真逆じゃないっていうふうに思われるかもしれないのですが えっとこの才能が強いお子さんっていうのは遠くの国まで出かけたりとかそれから失敗を恐れずさまざまな挑戦とか冒険をするようなあ人生になります、えーっと。そういう人生って何が潜んでいるかわからないあそこの藪に行ったら何が出てくるかわからない。じゃあ,あ、えーっと あこういう崖のところはどういうふうに脆いのかとかどの木が弱いのかとかあそこの矢部に行ったら何がこう飛び出してくる自分を攻撃する襲う可能性があるのかとかそういうことって一つ一つ考えておかないと行って大怪我になっちゃいますよね、えー、例えばその海の中でどこのルートを取るのかとかってすごくいろんなことをあらゆることをこういろいろ考えて自分の 挑戦とかチャレンジとか、えー、旅が成功するようにしていかないってなるとあの非常に慎重になるのですよ。なので、えー、っと危険を予測する力や計画を立てる力周囲の状況を把握する力が必要になります。 身長の息子さんはそういう素晴らしい才能を育てている真っ最中だからこそあの臆病だったりビビりだったりという形って大人の目には映ると思います。ではこのままずっとお母様がその怖がってばっかりいる息子さんのことを我慢して見守っていなければいけないかというとそういうわけではありません。えっと、少しずつですね あのやってみなさいというのではなくて。 本人がやりたいって思ったものからちょっとずつですよ。あのやらせると逆効果になっちゃうので、あなたはこう大きな才能を持ってるんだから、これも挑戦しなさい、あれも挑戦しなさいってやると、えー、逆効果になってしまいますので、あくまで,のも,あくまでも本人のタイミングでやりたいときにです、ね、水色の才能を育てる挑戦なんかとか、いろんな経験をしていくと、えー、これは怖がる必要があるんだとか、これは注意しなくて大丈夫なんだとか。 こう一個一個あのご自身がに落としていきますでそれもそれ自体も、えー、とお子さんが自分でどういうことを経験するかっていうのを選んだ方が自分の人生に必要なことをこう収集できる近道になりますのであのあじゃあ冒険の才能なのかあれもやってこれもやってっていう風にあに大人の方で先走らないように気をつけてください。 で、えー、と水色の才能を育てるリンクも貼っておきますので楽しんで遊んで冒険する力を育ててみてください。例えば、えー、と外であのアスレチックとかねアドベンチャーワールドとかでそういうので怖がるんであってもあの家の中でダンボールであの箱舟みたいなものを作ってみたりとかそういうのからで大丈夫なのですよ。えっ、ー、と そうあの慎重なお子さんほど怖がりますのであの焦って怖がらせないように気をつけてください。でここで最も,も大事なことは過剰に、えー、と感情的になってあのすごく心配をして「あなた大丈夫なの?」って思ってやりなさいみたいなそんなあの気の小さいことでどうするのみたいな感じで責、えー、めたりとか本人の肯定感がなくならないことが一番大事なのです。あの 育つまででに時間がかかるのいっ、えー、一旦それが花開き始めるとねえまた行っちゃうのえまた旅に出かけちゃうのなんかいつでも置いてかれちゃうんだけどみたいな感じになりますのであの全然心配しなくて大丈夫なので本人がよしって思う時まで待ってあげてくださいね。 えと水色の才能を遊びで育てるのと並行して赤色の体力のたびに体力必要ですよねあの体力育てたりとかそれから知識も必要になりますので青色の才能を育てたりとかしていくとだんだんとこう周囲の状況が見えてきて必要以上に怖がることも解消されていきます。 大きなザビをする子ほど良い周到であることが必要になります。怖がりでいられる状態を水色の才能を育てているのだと温かい目で見守って差し上げてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルでは皆様のお悩みも募集しています。えー、と高橋月のツイッターの匿名の質問箱。 の方に入れていただいてもいいしこちらのコメントの方に送っていただいても大丈夫なのですがえー、っと個人情報がわからないように必ず匿名で送ってくださいね、えー、YouTube の動画の方でえー、っと紹介させていただきますはい、アプリシー、高梨五木でしたじゃあまたね、バイバイ